花の種渡り鳥海を越え月を残る風に高知出身の早藤が、この場でですね、踊りとは違った形で皆さんとお会いできるのはすごく感慨深いものかと思います。はい、喋りが下手ですがどうぞ聞いてやってください、
こんな風にありがとうございます。先ほど雄一郎先生にもう言おうと思ってたこれ言おうこれ言おうって全部あのいいしっかりした言葉で言っていただきました。すみこです。よろしくお願いします。初めましての人もいるしお久しぶりです。今日は本当にこんな場所をいただきましてありがとうございます。本当に私もあの菅野コーチスタジオ出身でよさこいをダンスをやっていなかったらきっと太鼓は叩いてなかったです。でも10年前巡り巡って本当にこんなステージに立てるなんて夢にも思ってなかったです。なので久しぶりにもうあんたよかったねってみんな言ってくれてそんな仲間の顔を見るだけでもうさっき涙が出てきてやばいのでなるべく離れてもう泣いちゃうので、はい、本当に和歌山の雨ありがとうね、すごい降ってきたけど大丈夫です。今日というこのステージはこの人生の中で1回しかないです。なので花鳥風月のこの音も今日しかないです。また違うステージで一緒になることはあるかもしれませんが今日は一緒になって、一つになってこの場を盛り上げていってほしいなと思います。次にお送りする曲は花鳥という曲です。私がすごく大切にする曲なんですけれども花の橋と書いて花鳥。私は歌人でもある血がね歌人の血も流れているので花鳥という中華人という意味もかけているんですけれども日本の代表するお花は皆さん何でしょう。お一発目で正解って仲いいよさこいで和じゃないかというこのクエスチョンを何回も聞いていると、まあ桜ですね。で、台湾とか中国が代表する花は梅なんですけれどもその2つの国のお花をこの場でもそして未来でもたくさん咲かせて花の橋を作って私たちがその架け橋になれたらいいなと思って作った曲です。聴いてください。花鳥。流れる赤い
すごい嬉しい。